東京ディズニーランドにあるアトラクションから一つピックアップしてご紹介をしようと思います。まあ東京ディズニーランド、本日残念ながらいくつか乗ることもできないアトラクションというものもございましてね、イッツ・ア・スモールワールドとか、そしてホーンテッドマンション、こちらがちょっとね乗ることができませんなので、今から我々がホーンテッドマンションになりますのでね、これをぜひとも一度乗った気分を味わっていただければと思います。それでは参りましょう。ホーンテッドマンション、セーフティーバーに触ってはいけない、それを引くのは私の役目。ホーンテッドマンションの館の中では999人の亡霊が幸せに暮らし、人間のゲストが来るのを死ぬほど待ち焦がれております。ブームバギーに乗り西洋の幽霊屋敷に入ったゲストへ、館の主であるゴーストホストが告げます。ここには999人の亡霊が住んでおり、1000人目が来るのを待っているのです。どなたか希望者はおりませんかな。先祖の肖像画の掲げられた画廊、終わりのない廊下、棺のある部屋、93の数字を告げる柱時計、霊媒師マダム・リョータの亡霊が閉じ込められた水晶玉、幽霊たちの舞踏会が行われている大広間、花嫁の亡霊が立つ屋根裏部屋、幽霊たちの大合唱がある墓地、地下室から続く霊安室、これらの恐ろしい体験が皆様を亡霊の世界へ引きずり込もうとします。館を出る頃には、中に流れているこのウィリム・グリニング・ゴーストが皆様の脳裏に焼き付いていることでしょう。このホーンテッドマンションはファンタジーランドにありながら、パークの中で唯一笑顔のない場所はい、というわけでこちらホーンテッドマンションのご紹介でした。ありがとうございました。さあ、これホーンテッドマンションいつもでしたらね、ワールドバザール抜けましてシンデレラ城を越えた先、ファンタジーランドにありますよと、まあ、やっていたところなんですけれどもね、向こうがやっていないので、本日ホーンテッドマンションがこちらにありましたということで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは我々はこの辺りで失礼いたします。この後も夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なひとときをお過ごしください。お相手を務めたのはそれでは皆さん、いってらっしゃい。おい、何をさせるって言った。これ以上まさかのここで一発芸を要求してくるってことか。やってやろうじゃないか。ますので、この辺りで失礼いたします。またお会いいたしましょう。いってらっしゃい。バイバイ。いってらっしゃい。ありがとうございました。いってらっしゃい。